美味しそう。どうも、焼きおり。レジニシエではオリーブとオリーブオイル入れたり、またデリシューと違う感じですよね。うん。大丈夫。はい、良かったです。バゲットデリシューと、あ、じゃあパンデリシューとは、もう全然違うから食べてほしいです。なんか、本当にバゲット一つでこんな違うんですっていうのを本当知ってほしいです。パンアラトマトはバゲットトラディションの生地から派生した商品になるんですけど、なんで全然バゲットアイスとは違うパンっていうのを作りたくって、なのでオリーブオイルを結構加えてチャバッタ風なパンにして、あとはそれに合うトマトと、あと個人的にはハーブがすごい好きなので、ハーブを結構たくさん入れて、またバゲットトラディションとは全然違うパンアラトマトというパンを作りました。で、これはそのレシピに書いてあるザクッとした感じのパンに仕上げたい。これはすごいいい、簡単で、なんだろう、もう一つバリエーションが作れて、味も全然バケットと変わってくるし、すごく私は気に入ってるっていうか、これなんかもう完全にもうつながってますよね。はい、あるので私はこういう成形にしてますけど、これはフーガス風にしてもいいですし、ありがとうございます、はい、まあなんかまあ粉も美味しいっていうのがもちろんあるんですけど、あとはその成形の仕方によっても、さっきちょっと言ったけど、例えばグリッシー風にしても、パンアラトマトはバゲットトラディション生地から派生したしょっぱいパンっていう分類で私は作ってるんですけど、オリーブオイルとか入れることによって、もう全然違うトラディションバゲットとは全然違う食感のパンも作れるっていうことをお伝えできて、皆さんもちょっと満足してる風に見受けられたので、私も嬉しいです。